やっと戻ってきやがった。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭とした得たのだ。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるため勤王党はもう高知城包囲の準備はできています。明日だ。そこで全て型をつける。だが土佐は未来はお前に。新選組に入隊する。もうこれ以上安さんを殺した犯人を追う必要はない。一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃ分かるはずだ。もう決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。あの西郷先生の一声で舵を切らはりますえ。お客はんは先生に高を買われはりましたな。お前がしていることはそんなに誇らしいことなのか。でもそんなことしておやっさんが喜ぶとでも思ってんのか。おやっさんが誰になぜ殺されたのか、それが分からない限り一歩も前に進めやしねえんだ。プレイステーション。